どうしたゾルワック。お前とフレダが俺を訪ねてきた日のことを思い、痩せこけた二人の少年が傭兵として戦いたいと言ってきた。フレダの父アーリム様から頼るようにと言われていた。二人とも今にも倒れそう。フレダは特にそうだったろう。何せ家族。いや、俺に怒りや妄執とは違った。そしてそれは今も変わることはなさそう。何が言いたい。俺が背中を預けられる男で助かる。そうか。